昇格カレー津橋本コレクション法、西園大卒年付賞は、真の商人、画家。江戸時代中期、日本にトライシガギを伝える。名は五木、字は、巨、いつ巨船、西園と合した。暗記小畑特権の生まれ、州西山を、ガ野市とし、柿図、家下町図、ゅ山水図などの水墨を得意とした。初来日は、明和元年とも、 安永元年とも言う。安永3年の来日記録は、はっきりしている。安永9年、45歳の時、元順号の副選手として都会したが5月2日に、暴走沖で南し安房国朝日名郡チクラに、漂着。乗組員78名は、全員無事だったが、岩月藩の当陣への待遇が悪く、問題となった。この時と清が、 花音に堪能であることから壊れて通り主を務めている。日本船にて長崎に移送される途中、富士山を実験。西園は木として実に体感なりと感激して絵筆を走らせたという。この他にも日本各地を射精。後に谷文町により氷脚気象図として模刻される。その遠近法が当時大いに注目される。伊東ランンや新村、 露行、あ東,東洋が、画の教えを受け、谷文長や渡辺火山らも大きく影響を受けている。トール春老天乱判例に、除去戦、聖子、その瞳ありとの記述があり、完成5年の生存が確認できる。チャンス新案、福建省とも、評客記事、有望筆語。ありがとうございます。